香港はですね、香港はですね、すごくお金持ちの方、もう一線退いた、しかもお金持ちって言ってもゼロから立ち上げて、もう今の状況になった方とかがすごく多いんで、もういろんな道を通ってきたみたいなね、そういう方のお話を聞く、しかもね、そういう方に会える確率がかなり高いですよね。でね、そういう方に会いたいと思って実は来てまして、メガネを買ってもらおうとか、なんだろうな、何かお金をくれとか、何かどなたかを紹介してくれとか、そういうんじゃなくて、私の一番のやりたいことというかは、そういう方々が何を原動力にして、まあ、いろんなものを乗り越えたりとか、何を原動力にして前に進み続けられたか、 もしくはチャレンジもう続けることができたのかっていうのをすごく知りたくて、でもね、本当面白い方がいっぱいいますよ。